この前のシュガーでね、たけるくんがモネちゃんと連絡取ったってのはかなりインパクトは大きかったっすけど、まあ、そのことについてもうちょっと掘り下げていろいろ考えてみようかなと思ってて。まあ、いくつかね、あるんですよ、僕の中で思ってることは。まずなんでたけるくんが千と千尋を見に行こうと思ったのか。あとシュガーで、僕言うとは思ったと聞かれたら言ったよって。でも実際、上白石萌音ちゃんに直接連絡して、チケットないって言ったっていうところまで言う必要もないじゃないですか。そのことまでなんでわざわざたけるくんが自分の口から言ったのか。まずその最初の、なんでこの舞台、千と千尋を見に行ったのかっていうことですけど、なんでそう思うかというと、シュガーなんかでよく言うように、知り合いの舞台とかをまず見に行くことがまずないってね、言ってますよね。たけるくんの友達である城田優くんとかも言ってるじゃないですか。たけるが来ると緊張するとめったに来ないからって。で、来て評価されると、すごく的確なことも言うし、ダメ出しもしてくることが多いから、まあ、来てよって言うけど、まあ、大体断れるという感じ。で、来たら来たで、あ、来てるわって緊張して、まあ、後でダメ出しされるんだろうなと思うみたいな話をね、なんだっけね、あれは。翔平くんのやつで言ってたのかな？ YouTube で。たけるくん自身も自分のシュガーで、そんな滅多に行くことはないっていうね、あの舞台は。神木くんのやつに最近ちょこっと行ったかな、ぐらいだとか、ま、ライブにもね、あんまり行かないじゃないですか。まあ、行く、まあ、行ってるのは、ワンオクロックですよね。ワンオクロックがほとんど行ってるっていうぐらいだと思うんですよね。ワンオクロックになんで、言ってるかって言ったらやっぱりファンだからですよね、たけるくんがね。大好きだからですよ。自ら行きたいんですよね。で、一番俺が見てると思うよっていう豪語するぐらい、ワンオクロックが好きだし、とか昔から好きなんですね、ワンオクロックの音楽がね。で、だからたけるくんを見てると、付き合いであんまり行く人ではないなと。来てよって言って行く人でもないし、まあ行ったら行ったでちゃんと見て評論もする人だと。ここが良かった、あそこダメだったよっていう的確に見る人。だから、プロからしても手厳しいような、友達から知ってみてもおべんちゃらを使うんじゃなくて手厳しい、的確なことを言う人なわけですよ。で、好きなものは自らちゃんと行く。それは、例えばワンオクがね、地方でやっても行くじゃないですか、たけるくんって見に。好きなものには多少足を運んでも苦労しても行くと。いうことを全部それを統合して総合して見ていくと、これはただ単にモネちゃんが出てるから見に行くとか、モネちゃんの友達だから見に行くとかではなくて、実質これは見に行きたかったんだなということですよね。自ら連絡までして、チケットある？苦労してるじゃないですか、話を聞くと。モネちゃんに一回断られて ないですって断られて、今度は東方経由で取ってっていう、この流れを見てると、本当に欲しかったんだなと。来てくれって言われたんじゃなくて、自分から取りに行って、見に行ってるってことは、この舞台はやっぱり特別というか、モネちゃんがどうのというよりも、この作品自体を見たいんだなっていうね。まずそこ一点ですかね。なんかね、たけるくんかモネちゃんの舞台を見に行ったよみたいな感じのことで、ちょっと一見盛り上がりがちじゃないですか。でももっともっと根本的なことを言うと、それほど芸能人たちの間でも、あの佐藤健君の間でも自ら見に行きたいっていうぐらいの、ポテンシャルの高いというか人気の話題のある舞台なんだろうなっていうことですよね。ただ単にモネちゃんと健君がっていう関係性じゃなくて、健君以外の人たちもいっぱい苦労して見に行って、まあ、一般人よりはね、苦労しないと思いますよ。それはコネクションあるから入りやすいとは思うけど、それでも、わざわざ自分でチケット取って見に行ってる人たちがいっぱいいるわけじゃないですか。たけるくんも言ってた、高畑充希も来た、土屋太鳳もいたとか、なんかそういう、その他にもいっぱいね、ツイッター見るといっぱいいましたよね。芸能人が見に来たっていうのがあるので、それぐらい話題なんだなと。まあ、そこが一点です。だからたけるくんは自らこの作品を見に行きたいから行ったっていうところが大きいのが一つ。あと、この前のシュガーでなんであえてわざわざ自分がモネに連絡したって。まあ、これはまあ、ちょっとこの前の動画でも言ったけど、たけるくんのサービスっていうのも一つあると思うんですよね。リップサービスっていうんですかね。カクカクが続いたからね。っていうサービスもあるかなと思うの。だから、
過剰にちょっと話したと。こんな芸能人も来てたよってとこもしたし、で、あと、見に行ったのをね、聞いたら見に行ったよっていうのは、たけるくんは言うと思うんですよ。それはもう前々からたけるくんの、佐藤健という人のシュガーでのスタイルを見てたら、本当のことはちゃんと言うし、隠さず言うしっていうところ。映画撮影で、この作品はどうですかって言ったら、守秘義務があるから言えないですね。まだ言えないっていうところはあるけど、これはプライベートなんで言えるじゃないですか。で、たけるくん見ててあえて隠さない人だろうなと思うから、言ったよと。いうのは、それは分かったんだけど、でもそれを過剰にね、自らね、いや、モネに連絡をまず取ったじゃないですか、取るじゃないですかって言って、そこで、もうチケットがなくて、みたいな。そこまで言う必要がないのになんであえて言ったのか。っていうことなんですけど、ここからでももう本当に予想でしかないんですけど、な、一つはリップサービスですよね。みんなが気にしてるから。っていうところと、あえて僕は深い読みすると、モネちゃんから招待してもらったんじゃないんだよっていうことを伝えたのかなと思ったんですよね。自分からチケット取り行ったんだよと。そのためにやっぱり不自然にならないように、やっぱモネとは知り合いだから、まずモネに主演だしね、チケット余ってるって聞くのは筋だと。いうことで、あえて言ったと。タケル君だけ特別扱いでね、モネちゃんからね、タケルさん招待しますよって言われて行った。っていう風に捉えられたくなかったんじゃないかなっていうところですかね。だから、もっと深い意味すると、やっぱりこれがね、本当に付き合いがあるんであれば、本当に付き合いっていうかね、本当に二人が付き合ってるんであれば、ね、彼氏彼女だったら、チケットわざわざね、タケル君が取りに行くっていうのもおかしい話じゃないですか。付き合ってるんだったら、彼氏だったらね、準備してるから招待枠でね、いついつ来てよって言うから、招待で入ったって。いうのが普通ですけど、そこをあえて、たけるくんはチケットを取ることに苦労して自ら行ったっていうことは、特別扱いではないよと。モネちゃんからの特別扱いでやったんじゃないから、あえてモネちゃんは、たけるくんを特別扱いしてませんよっていうところを聞かせたかったのかなと。いうことですかね、と思いました。変に疑いもあるじゃないですか。付き合ってたから招待じゃないのみたいな。なんかみんなチケット取れないけど、やっぱりタケル君とはちょっと関係性があるから、タケル君とかは特別に入れてもらったんじゃないのって思われないように、あえて、タケル君は自ら行きたいからチケットを、モネとかは連絡したけど取れなかった。じゃあ別に東方のルートで知り合いのつてをたどって、そこからチケットをなんとか確保できた。っていうことを、いうことによって、自分は特別じゃないと。まあみんなに伝えたい。まあ深読みですけどね。感じですかね。ただ僕が気になったのは、その話を聞いて気になったのはその2点ですかね。めったに、ね、人から来てよって言われても、友達から来てよって言われても、足を運ばない舞台になぜ行ったのか。っていうのと、あとシュガーであえてわざわざモネちゃんの名前を出す必要がないのに、モネにも連絡したっていう。この2点が、なぜかなっていうことに対して考えてみた。そんな話でした。ではでは。